タート。それでは、まず営業の時ですね。営業の時はまずその方が太ってらっしゃったら3等分でお腹だけ入れます。まあ普通のお嬢さんの場合はまあだいたいこんな感じで、はい、半分にねまず折っておきます。これが前から来ますね。はい、そうしましたら次ですね、はい、このように折っていただいて、はいはい、このように3分の1折り返します。はい、こちらも3分の1折り返します。そしたらここで、はい、このようにグラデーションをつけながら、こちらが、はい、お尻になります。でもうちょっとへこんでたらこちらをもっと合わせますね。はい、こんな感じでまず後ろ1つできました。はい、そうしましたらまだまだこのお嬢さんが、はい、低いですね。はい、じゃあちょっとここ幅広げます。広げて3分の1折り返しました。3分の1折り返しました。はい、じゃあちょっとここで広げておきます。はい、そうしましたら先ほどのこうですね、これでここでグラデーションを作ってください。はい、これでこれがお尻に行きます。はい、そしてさらにですね、さらにウエストがちょっと欲しいなとこう思われた場合ですね。はい、まだ欲しいと。はい、そうしましたら、はい、ここ折ります。はい、折ります。はい、こうしました。でここがまあいらないと思うんですけど、こうしましたらこちらがお尻ですね。はい、そうしましたらこちらがグラデーションになります。そうするとここが低くて、はい、ここが高くて、このまんま当てればいいですね。はい、これぐらいは結構あってもいいんですよね。はい、だからこのようにもう最初から折っておきましょう。はい、そうしましたら補正始めますね。ここまで折っておくと楽ですね。そうしましたら巻いていきます。先ほどの、はい、このように半分に折ったものですね。はい、大概はお腹が細くてないので、ウエストの若干私はちょっと下目ですね。まずこうやって、はい、このようにしてウエストですね、ウエストがここでおはしょりが10センチあるようにして、おはしょりの台を作りました。おはしょりすごく大事だと思います。ウエストに入れてもおはしょりがないとそのままずるっと帯が落ちてしまうので、腰があった方がいいんですね。ですから全部寸胴にせずに、まずここお腹を作ってください。はい、そうしましたら先ほど、はい、折りました、こうですね、このように作りました。これをですね、はい、こんな形で見えますかね。はい、こうしましたらここでポンと当てます。はい、当てます。はい、当てたらここ脇締めます。はい、どうでしょう、お尻がしっかり出てきました。はい、そうですね、これぐらいの感じでお尻が出てきました。まあこのモデルさんにはこれはいりません。ただ反ってる人ですね、反ってる人にはここですね、はい、このようにして欲しいと思います。はい、そうしましたらこちらで留めておき、はい、トップとトップそんなにねこう胸があるわけじゃないのでさほど言いません。半分に折ります。はい、半分に折ります。でこの時に、はい、ここ2センチぐらいね、指2本ぐらい開けといてください。でないとちょっと見えちゃったりするのでね、はい、こうしてね置いておきます。そしてここでこのまんまこんな感じでいいんですけど、じゃあやっぱこことここだけね欲しいので、はい、コットンで使う場合ですね、はい、立ち上がりだけ作っておきます。はい、ここですね、こちらも、はい、この襟合わせの部分はあまりいらないですね。こんな感じでいいと思います。はい、そしたらあとはこの腰骨ですね、腰骨ここに当てておきます。こうして、はい、そうしましたら、はい、これで押さえておきます。います。はい、ウエストありますね。はい、後ろですね。はい、先ほど留めたこれですね。はい、綺麗にこうして、ここ長さがあればこうですし、長さがなければ下で結構です。はい、このように押さえていきます。でこう持ってきますと H2 ですね、ちょっとおはしょりより下になってます。はい、で気がついてください、ここですね、若干ちょっとこう、はい、この辺がいいと思います。
襟から、はい、40センチぐらいで補正を収めてほしいと思います。そうすると帯が乗っておはしょりが出て綺麗になりますね。はい、こうですね。だいたいこれ1メートル の、 胸当てガーゼですね。はい、そうしましたらこちらですね。はい、はい、ウエストちょうど帯の下線になるところらへんのところを持ってもらって、はい、ぎゅっと締めて、はい、なるべくならダマにならないように押さえておきます。はい、こうですね。はい、ここきれいにしておきます。はい、こうしておくとおはしょりが、はい、ここきれいになりましたね。はい、こちらも、はい、ここですね、きれいにバッグのとこ引いておきます。はい、ここも引いておきます。はい、だいたいお振り袖こんな感じでね、いいと思います。はい、できました。それでは長襦袢を伏せていきたいと思います。まずしごきます。はい、はい、襟肩から中へしごいてください。ここ大事、この後ろの形大事です。はい、そしたら仮紐で襟をしっかり押さえます。はい、こんな感じですね。はい、そしたらこの脇に行っちゃった分戻しておきます。はい、前行きます。はい、ここで胸にここ押さえといて胸にかけます。はい、こちらも、はい、胸にかけます。はい、こうですね。はい、こんな感じでかけました。はい、胸紐します。1回、2回、はい、引いてかけます。はい、後ろですね。はい、ここで襟肩を引いてきて、はい、はい、で仮紐を取ります。はい、仮紐を取ります。はい、長さちょっと長いので、はい、止めておきます。はい、長さ長いので、はい、ここをキュッと上げますね。はい、手入れますね。綺麗にかぶせます。はい、抜いてきます。はい、ここを押してもらって、はい、上人の位置で、引いておきます。はい、2つ口も引いておきます。はい、後ろ、よいしょ。はい、ここね、きれいに、はい、きれいにこうしておきます。はい、そうしましたら今度ここね、はい、中心がんでないところを確かめて、ここで、はい、長さが、はい、長い場合はここで、だいたい襟肩開きのところね、はい、まっすぐなるようにして止めておきます。そうするとここ綺麗になりますね。はい、そしたら縦巻きを、はい、振り袖の場合は上からずっとかけてきて、はい、下をキュッと引いて交差して、はい、こちらで、はい、締めておきます。なるべくならダマにならないようにこうして、はい、下線に入れておきましょう。はい、そうですね。はい、じゃあお着物着せます。はい、ラテ襟と襟をきっちり持ってもらって、こうですね。はい、そしたら、はい、後ろから、
ます、ね、ここ中心は必ず歪めないようにして隠せていきます。はい、クリップ止めます。クリップ止めます。はい、お袖入れます。はい、そうしましたら、はい、まず上上げます。はい、で、はい、ここ揃えますね。トントンと裾いっぱいにしました。はい、そして前グッと引きました。はい。はい、上前。前まっすぐにしといて、はい、コーナーでキュッと奥へ入れて8センチぐらいね、はい、そしてここで持ちます。はい、そしたら腰紐持ちます。はい、腰紐持ったら親指で押さえて、ここですね、ここでタック1つ取ります。はい、よいしょ。はい、隠せて奥身がまっすぐになりました。はい、後ろの補正をちょっと感じて、向こうに行ったものは戻します。はい、パック取ったものを戻して、はい、この奥目線が引っ張られてないように、向こうに行ってないように、まっすぐに来るようにして、はい、そして下前見ます。はい、十分入ってます。はい、後ろの中心見ます。はい、はい、後ろきれいにね、紐の下ですね。はい、はい、ここ組み合わせ口から手を入れて、はい、引っかかってないか、布も引っかかってないか、布目も引っかかってないかちゃんと見て、はい、隠せておきます。それがちゃんと書いてなかったので、ちゃんとして入れておきます。はい、そうしましたらここですね、はい、こっち戻ってます。はい、綺麗に、で10センチ、だいたい半分で5センチ、5.5、はい、1センチ出して6.5、6.5広げたところにまずここね、はい、きれいに揃えて、はい、5ミリぐらい出るのでね、はい、そしたらここから、はい、つなげます。はい、ここ三角形にちょっとここね、つけておきます。はい、そしたらここで、はい、お父さん持っててくださいって言ったで、地面のところで持っててもらうね。で、ここ三角形の絵にします。はい、綺麗にしました。はい、こちらもね。ここでこう持ってきて押さえたら、この下前の三角形も押さえたら持ちます。はい、後ろの余ったこのほら余ったというか後ろ身ごろを持ってきて、そしてここでタック取ります。はい、タック取ったらここを押さえます。はい、こちらも、はい、よいしょ。はい、後ろ身ごろこちら持ってきます。はい、タック取ります。はい、そしたら身ごろ持ってきたまま、はい、締めておきます。
よね。はい、わお、こんな感じ。気にしないです。はい、そしてワッキーワッキー引いて、はい、そしてここぐーっと引いてあげるね。押して押してぐっと、はい、そして真ん中、そしたらあとは長さ、意外に長さそんなにないねこれ。はい、そしたらここで、今下がってるから、はい、下がったところをこうしてここを薄くしてこうして重ねる。そしたら今ここを伸び込んでるからですね。ここ伸び込んだところを持ってこれをぐっと入れたら、そしてね、はい、そうしましたら、で戻ってきてここをギュッとして、はい、でお端折り紐をしておきます。はい、ちょっと長さがね結構短いけど、はい、ここですね。はい、よいしょ。そしたら後ろお端折り上にお尻ちょうどいい補正にできてますでしょ、ね、はい、そしたらやってずらします。よいしょ、はい、やってずらします。でこの時に気になればこうしてこういう紐を全部中に、はい、こう入れちゃってもいいですね。はい、そしてこれを刺してこの中に入れておきましょう。はい、こんな感じです。じゃあ帯を巻いていきますね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくね。励みになるのでグッドボタンもお願いします。また次の動画でお会いしましょう。